はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。ちょっと昨日ね、なんかツイッターの方でなっちさん、すけさんがなっちさんと同じパーティーでゴッドラッシュ周回してますよっていうねリプライ来て、なんだなんだと思ってね、動画見に行ったら全く一緒でしたね。今度は僕が先ですからね、今回ばかりは僕が先ですからね。まあ別にパクったとか思わないですけど、パズドラにね、まあ、僕がそのパクリだ言われた時も言ったように、まあパズドラにパクリとか言ってたら終わりはないんですけど、今回ばかりは僕が先でしたからね、完全に。まあ、撮影したのがいつかは知りませんけど。ということで、まあそんな感じでね、また言われると嫌なので、さっさと作りましょう。ヘララッシュ、ゴンさんで高速周回していきます。多分ね、前回、初見じゃねえや、多分初見、ゴンさんで初めて挑んでみた動画が、このヘララッシュだったはずなんですけど、どうでしょうね。多分いけると思いますよ。前回とパーティーは全く変わっておりません。まずここで全力コンボですね、とりあえず。ここでミスったらもう話にならないので、ここで、ちょ待って、今日初のパズル。ずっとプラマラしてたから。やべやべ。多分3コンボもすればいけると思います。余裕ですよね。OK です。で、次は多分1コンボあれば余裕なので、そのまま、これでいきたいと思います。どうだろうな。どれくらいで回れたらいいんだろうね。高速周回の定理がわかんないんでね。玉ドラ的な意味でも、まあ、ゴンさんは向いてるのでいいんですけど、まあ、ヘララッシュ。あそこでイース落ちちゃうと、昨日の僕の苦労が。ですね、ここでデブが出ようが出まいが、ゴンさん使ってまず回復します。倍率を戻します。デブが出たらもうそのままゴンさんで貫通で OK です。なんか解説チックにやってますけど、僕もこれ初めてなんでね。何か高速周回が成功したから撮ってるわけでもなく、高速周回できるんじゃねみたいな感じで撮ってますんで。まあ、アドリブです。解説もすべて。その場の流れでやってます。はい、ここも突破して、次も全力ですね。変に耐えてジュピタージェネシスでもやられると話にならんので、ここも全力でコンボします。ただ光属性はいないので倒せるかと、吸収されることがないんでね。おー、すごい。よし、でここを突破して、まあソエルまで来ればもう勝ちみたいなもんですね。ソエルは正直 2way1 コンボでも倒せるぐらいなので、まあ、ここまで来たらもう勝ち確みたいな。嘘をついてしまいました。ごめんなさい。結局試行錯誤になっちゃうじゃないか、これまだ。なるほどね。封印がこれ 40% しかないわけだ。そっか。ソエルさんの封印を忘れてたな、完全に。このまま挑むのはまずい気がするんですけど、挑みます。もう倒しちゃいます。次に木があることにかけます。いや、いけるっしょ、きっと。あ、もう一個欲しかった。木がもう一個欲しかったな。最悪紙バインドさせてもらえばいいので、ビシムさんを。ちょっと次に封印を積んで考えましょうね。まあ、今回はいい敗北だったと。まあ、勝つと思いますけど、とりあえずここは勝たせていただきますけど、まあ、ある意味敗北ですよね。封印を積んでない。こんなに減るんか。積んでなかった意味としては、まあ、僕の、なんだろう、ダンジョンの、やっぱり、アドリブでやるせいでこういうことになってしまうっていうね。まあ事故はつきものです。動画にタッチペンの滑りが相変わらず悪いです。ということで、まあこんな感じでね、封印されても意外とサクサクいけちゃう事実はあります。さあ、封印体制積んで考えましょうかね。劉備がダメかな、やっぱり。劉備1枚を封印体制を持ってる、回復はしたくないんですよね。まあありっちゃありなんですけど、攻撃か体力が良くて、攻撃か体力の覚醒封印耐性となると、もうこんだけになってくるんだよね。メイメイガン積みでもいいっちゃいいかな。メイメイガン積みどうでしょうかの。メイメイデュー、これでも 80% なんですよね。だから安定とは言えないんだな。安定とは言えないんだな。うん。まあ、安定周回じゃないから言っちゃいいんだけどね。言ってしまえばそうなんですよね。別に。誰も安定周回とは言っていないって。まあ、実際勝てたからね。
あれでもちょっとこれで一回やってみましょう。いきたいと思います。問題は1回で倒せるかどうかだよな。めいめいさんの陣にまたこだわってくるっていうね、こだわってくるじゃねえ、めいめいさんの陣が影響してくるっていう感じですね。ここだけは威嚇が効かないので、うーわ、もう通常いつも通りだもんな、本当に。ビショミさん使っときますね、ちょっと。これはまた話が別になってくるんで。めいめいさんがね、めいめいさんがね、本当にもう困った。よっしゃ、ビショミさんでサポートしていきますということで、まあ、さっきのでも十分高速っちゃ高速だったんですよね。で、今回も多分ここは 2way があれば余裕なので、ここはもう、活かしていただく。でね、イースが落ちちゃうとさ、あ、で、ここなるべく回復取っといてください。変えでもありですね。じゃあ、あの、ヘラが出た時に回復がもしなかったらどうするんですかみたいな場合では、ありっちゃありかもしれない。全部出ると嬉しいんだけどね。てか、HP すごいな。5万枚ありますね。で、ここで威嚇をして、回復と。で、こんなにいらない気もするけど、どうせめいめいさんで消えるので、神社ね、2way を組んでおきます。OK。でですね、ここでもう一回めいめいですね。フレンドゴンさんじゃないっていう、おお、いいですね、いいですね。ここで頼むから変な陣をね、出さないでほしいんですよね。ここばかりは、あ、でもジュピタージェネシスも受けれるのか。まあでも次の回復がめんどくさくなりますんでね。ヘラの先生を耐える回復がめんどくさくなるんで、やはり受けないことに越したことはない。まあここは 80% を信じろってことでね、多分ゴンさんだと封印済むのは難しい。で、まあ、受けても先ほどのように倒せますので、まあ、そこの辺はちょっとご理解いただきたいです。きっと、僕のリスナーさんなら分かっていただけるはず。まあ、そこはね、陣はクソではあるが、めいめいさん封印体制は頑張ってくれると信じて、まあ、毎回そうワンパンできれば OK でしょ。ね、ちょっと妥協ラインがどんどん低くなっていきますけど、全然大丈夫ですね。3万なんで、おお、どうした。3万なので、どんだけ体力タイプを積んでも多分、半分以下にならなかったみたいなことはまずないかと思います。ということで、多分これがいいかな。火力的にも問題なさそうなので、めいめいガン積みがいいかと思われます。もしくは、B 種のもう1枚入れたり、カエデを入れたりね。代用は、うわ、ゼンドロじゃない。すごい。謎のゼンドロ。代役は結構いると思いますので、まあ、封印耐性なるべく持ってるね、2way持ちのモンスターをお手持ちの中から選んでやってください。ということで、ゴンさんで究極じゃない、極限ヘラダッシュ高速周回でした。ご視聴ありがとうございました。